F136AF136 は GE アビエーションとロールスロイスの戦闘機、エンジンチームが F-35 をライトニング2向けに開発していた先進的なターボファンエンジンである。F136 は F135 の代替エンジンとして開発され、導入国によりどちらかを選択できるようにする予定であった。F136 は F135 のベースである。 フラットホイットニー F119 の対抗エンジンであったゼネラルエレクトリック UF120 をベースに開発され、可変サイクルから純ターボファン化するなどの構造の簡略化、水力向上が図られている。GE、RR 戦闘機エンジンチームは GE アビエーションとロールスロイスの共同事業である。GE が 60%RR が40%出資している。GE は トルコのターキッシュエンジンインダストリーズも参加している。2010年以降、F135 に加え互換性のある F136 も搭載される予定であった。なお、ロールスロイスのリフトファンは F135 でも F-35B に搭載される。エンジンの水力は 18000LBF、リフトファンは 2000LBF、ロールポストのコールドスラストは1950。 LBF で合計 39,950LBF で4万 LBF まで増える。既存の同種の機体であるハリアーのペガサスエンジンの水力は最大 23,800LBF である。アフターバーナー点火時の最大水力は 191KN である。機械より代替エンジンの予算が無駄との指摘を受け、2011年2月11日の 投票により開発計画は中止され、国防省からの資金供給も停止された。この時点で、エンジンの開発作業は8割ほどが完了していたため、ロールス・ルイス、ゼネラル・エレクトリック各社は、国防省からの資金提供停止後も、自社資金による開発を目指していたが、同年12月2日に利益が望めないことを理由に、開発を中止したことを発表した。他に、 ケーシング類とファデックや AGB といった、補機類などが加わる。コリン・クラーク、F136、レスト・イン・ピース、GE、ロールズ・フォアマリー・デクレア・イッツ・オーバー。ブレーキング・ディフェンス、http ブレーキング・ディフェンス・ドット・コム、2011-12-02、F136 レスト・イン・ピース・ゲ・ロールズ、フォアマリー・デクレア・イッツ・オーバー、F-35 開発が中止になったら、 三大体エンジン開発は途中で中止に。ありがとうございます。